さあこれより第2クォーターに入ります。方向を変えまして今度は翔英、メインスタンドを向かって右から左に攻める格好に変えます。翔英相手陣4ヤードからセカンドダウン2ゴー。ただいまより第2クォーターここで翔英中央に切り込んだワイドレシーバー8番にパス。8番相手ディフェンスを振り切りそのままエンドゾーン内でこのパスをキャッチしましてタッチダウン。翔英ブレイザーズクォーターバック2番山西選手から翔英タッチダウンパスにより6点追加となっています。見事なタッチダウンパスを投じたのはクォーターバック2番の山西、取りましたのはタイトエンド8番の川端です。さあそしてトライ4ポイントに入ります。翔英ここは手堅くキックによる1点の加点を狙います。キック成功。これを25番見事にキック決めまして1点追加。翔英ブレザーズ21点、三重ファイアワード0点となっております。キックを蹴ったのは25番杉圭介選手。現在3つのトライ4ポイントを正確に決めておりますのはキッカー25番の杉です。攻守そして蹴るの守全てにおいて現在翔英が素晴らしいコンディションを披露していると感じております。さあ着実に得点を重ねる翔英ブレザーズのキックオフで試合再開となります。翔英キックオフキッカーは69番が務める模様です。69番は大梅が務めます。翔英ブレザーズのキックオフ。さあ81番リターンに入った。キャッチした地点から中央突破図らんと中央に駆け上がりまして自陣36ヤード付近を確保した模様です。この位置から三重ファイアーバードの攻撃となります。このキックオフボール、三重ファイアーバードリターナー81番が古信玄選手、約20ヤードのリターン。攻撃権はホワイトのユニフォーム三重ファイアーバード。さあ反撃に入ります三重ファイアーバード、自陣38ヤードからファーストダウン10。さあまずフルバックのダイブプレー、手前にいたブロッカーダイブの選手にハンドオフし中央突破を図らせました。これより約3ヤードのゲインとなっています。攻撃のパターンを変えてくる感も感じるダイブプレーでした。キャリア10番は吹きつけ3ヤードのゲイン、3ヤード前進しています。3ヤードを確保しましてここを起点とするでしょうか。三重セカンドダウン7に入ります。ボールオンは自陣41ヤード。ここでトラブル発生。クォーターバックのカウントにセンターのタイミングが合わずスナップが大きく後方にされました。なんとかこれを三重16番下手が抑えまして攻撃権は確保していますが、しかし大きく後退する形になりましてのサードダウンと変わります。先ほどのプレーで19ヤードロス後ろに下がっています。三重ファイアーバードサードダウン、三重ファイアーバードサーダウン24の状況に変わります。さあこれを取り返すワンプレーあるでしょうか。ボールオンは自陣23ヤード。ここは確実な位置挽回を図るためランプレーとしました。キャリア10番にハンドオフしまして右オフタックルをつかせましたがゲインは約 2,3 ヤードにとどまりフォースダウンに変わります。三重ファイアーバードフォースダウンロングパントフォーメーションを取りました。ここはパンター73番の清水のキック力に期待するところです。このパントは勝衛陣45ヤード付近でボールデッドしまして、この時点で交代となります。攻撃権変わりまして勝衛ベザーズに変わります。攻撃権はブルーのユニフォーム勝衛ブレイザーズに移ります。勝衛ブレイザーズ自陣46ヤード付近よりファーストダウン10。さあここまで勝衛が非常に攻守において相手を圧倒する形で試合の主導権を確保しています。その勝衛が今度は攻撃に変わります。三重としてはここでなんとかディフェンス陣奮闘したいところでもあります。勝衛ボールオン自陣46ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバックの番ここで大きく触りましてロングパス。縦に上がっていたワイドレシーバー17番目が振ったロングパスでしたが、17番振り切りましたが、しかしボールに届かず、パス成功でセカンドダウンに変わります。勝衛ボールオン自陣46ヤードからセカンドダウン10。さあハドルと受けましてフォーメーションを組みます。ショットガンフォーメーションで中央にバックスを固めた。さあ相手を振り切っている。一気にそのまま駆け抜けた。タッチダウン。クォーターバック2番、ここで勝衛クォーターバック2番ハンドオフをフェイクしキープを展開しようとしました。これを三重の素晴らしい対応でタックルしましたが、それをクォーターバック2番はじき飛ばし、そのまま独走。一気にエンドゾーンに駆け込みましてタッチダウン。勝衛クォーターバック2番山西の力強いランプレーによりましてタッチダウンを重ねております。そして勝衛トライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして勝衛ベザーズ28点、三重ファイアーバード0点となっております。先ほどのタッチダウンと合わせまして合計7点を追加。非常に素晴らしいディフェンス対応でしたが、ここで勝衛クォーターバック2番素晴らしいフィジカルを見せまして、この状況を自らの体力で突破しタッチダウンを重ねております。現在勝衛ベザーズが 28.4 本のタッチダウンを重ねております。得点を挙げました勝衛ブレイザーズのキックオフで試合が再開します。その得点を挙げました勝衛ブレイザーズのキックオフで試合再開となります。さあ三重はリターンに入ります。リターナー同じく中央付近の突破を図りましてブロックを生かし40ヤード付近の位置を確保しています。古信玄選手20ヤードのリターン。攻撃系はホワイトユニフォーム三重ファイアーバードも素晴らしい展開を見せています。さあこれをなんとか攻撃を生かしたいところであります。三重ファイアーバード自陣40ヤードの位置からのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番、左に展開していた80番にパス、これを80番にキャッチし、ディフェンス突破する中、これを3ヤードのゲインに変えております。見事にキャッチアンドランを決めましたのは三重ファイアバード80番の桐山でした。三重ファイアバードセカンドダウン7、ボールオンは自陣43ヤード。ここで三重オプションプレーを展開しました。ダイブをキープし、クォーターバックキープ、ピッチのオプションプレーでしたが、ここはキープをクォーターバック9番展開しました。これをしかし正英40番が対応しまして、ゲインは1ヤードにとどめております。ダウンを決めましたのはクォーターバック9番のニッコ、それを仕留めましたのは正英40番のムルキでした。三重ファイアバードサーダウン6、ボールオンは自陣44ヤードの位置にあります。ここでホイッスル。三重ファイアバード前半1回目のチームタイムアウト。三重ここで前半1回目のタイムアウトを使いました。ここで三重ファイヤーバードに前半1回目のタイムアウトの要求がありました。双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取って2があります。三重ここで一旦作戦を取るためのタイムアウトを取りました。要求することができます。X リーグジュニアトーナメント2回戦の一戦となっております。正英ブレザーズ対三重ファイアバードの一戦は現在 X2 に上がりまして、勢いにあります。勢いに乗っています正英が4つのタッチダウンを重ね、試合の主導権を握っている状況にあります。さあこのタイムアウトで三重は状況打開を図る、その攻撃を展開できるでしょうか。まもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。三重ファイヤーバード自陣44ヤードからサードダウン6。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。パスプレーによる突破を図らんという三重の攻撃でしたが、ここでイエローフラッグが投じられています。果たしてどちらのチームの反則でしょうか。ただいまのプレー中に反則が発生しています。審判団より黄色いファウルマーカーが投じられています。パスインターフェア、ディフェンス27番、ルールにより反則地点からオートマチックファーストダウン。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが空いている間に相手選手に接触妨害をしました。前パスが宙に浮いている間はどちらのチームも基本的に接触して妨害してはいけません。これによりまして、その反則を犯した時点まで前進して三重がファーストダウン獲得する形になります。したがいまして三重相手陣49ヤードからファーストダウン点と変わります。三重ファイアバード敵陣49ヤード付近よりファーストダウン点。さあ攻撃権更新はなりました三重ファイアバード、ここを起点とできるでしょうか。さあまず中央へのランプレーを展開しました。クォーターバック9番、自ら中央に体をねじ込み約2ヤードほどゲインとしています。キャリア9番は日光でした。正英ブレイザーズラインバッカー40番ムクキ安高選手がタックル2ヤードのゲインにとどめています。ファイヤーバードセカンドダウン8、セカンドダウンボールオン相手陣47ヤード。パス成功、ナイスキャッチ、パンサー、クォーターバック9番、ここで第5フェイクからタイトエンド80番にパス、非常にスピーディーなパスプレーを、これを80番ディフェンスカバーありながらキャッチしまして、攻撃権更新です。三重ファイヤーバーのパスター、鮮やかなプレーアクションパスを投じましたクォーターバック9番ワニコ、それを閉じましたがタイトエンド80番の桐山でした。攻撃権はさあ、これにより攻撃権継続し、相手陣33ヤードからファーストダウン10。ナイスタックル、ここで三重はオプションプレーを展開しました。左バックにピッチしまして右オープン展開を図りましたが、ここで翔英素晴らしいディフェンスのタックルがありまして、この時にボールをファンブル、なんとかしかし攻撃陣確保1人、攻撃権継続となっておりますが、大きく後退する形になっております。ディフェンスバック6番高倉亮太選手が激しいタックル、見事なタックル決めましたのは翔英6番の高倉でした。ファンブルボールは三重ファイヤーバードの選手が抑え、攻守交代はありません。しかし大きくロスしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。三重ファイヤーバード、敵陣43ヤード付近よりファースト、失礼しました、セカンドダウンとなります。三重なんとか攻撃が継続する形になっておりますが、セカンドダウン20の状況に変わっております。さあ試合再開です。三重ファイヤーバード相手陣43ヤードからセカンドダウン20。ここでホイッスル、ここで三重前半2回目のタイムアウトを使います。三重ファイヤーバード前半2回目のタイムアウトを要求。前半戦終了まで残り3分19秒が、しかしセカンドダウン20の状況、次のワンプレーを果たしてどのようにするか、現在組み立てを変えていく模様です。本日はこの試合とこの後に行われますジュニアトーナメントの交流戦として組まれたクラブアイランズ対トライスターズの一戦も配信させていただく予定となっております。さあタイムアウトを取りまして試合再開です。三重ファイヤーバードセカンドダウン20。さあ判定を待ちましょう。交代、インターセプトにより先ほどのプレーで三重ファイヤーバードパスを投じましたが、それを取ったのは翔英のディフェンス。その取った際にボールを落としましたが、このインターセプトは成立したという判定です。その落としたボールを最終的に抑えたのは翔英ですので、結果的に攻撃権変わりまして翔英の攻撃に変わります。翔英相手陣49ヤードからファーストダウン10。さあパスが通った、さらに行く、ブロッカーいる、タッチダウン。8番、ここでクォーターバック2番プレッシャーかわしてワイドレシーバー8番にパス、8番そこからキャッチハンドのし、味方1番のブロックを生かして左サイドラインを独走、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。6点を追加。障害物ありましたためその重要なシーンが取りきれませんでしたが、しかしタッチダウン成立となりまして翔英6点追加となっています。ここで翔英が前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで翔英ブレイザーズ前半1回目のチームタイムアウト。タイムアウトの残りは翔英ブレイザーズが2つ、三重ファイヤーバードが1つです。現在得点は翔英34点、三重ファイヤーバード0点となっております。現在翔英が前半1回目のタイムアウトを使っております。得点バーの修正をお願いいたします。2クォーターは翔英ブレイザーズ14点にしてください。ここでスコアの修正が入ります。現在の得点は翔英28点ということですので、スコアを訂正させていただきます。残念、エンドゾーンには届いておりませんでした。タッチダウンと先ほどコールさせていただきましたが、エンドゾーン届いておらず、ゴール前小屋の位置で外で出ておりましたので、この位置で翔英の攻撃となります。しかし翔英相手陣5ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。さあここでオプションプレーを投入。ピッチをプレーした32番、右奥に切り上がり、縦に切り上がってエンドゾーンを狙いましたが、しかしギリギリで三重が止めております。セカンドラウンドになります。ここでホイッスル。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。タイムアウトを解けまして試合再開となります。翔英ブレイザーズ相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール。レフリータイムアウトが解けまして翔英ブレイザーズセカンドダウン、タッチダウンまで残り1ヤード。タッチダウン。ここで翔英ランニングバック32番にハンドオフ。32番中央突破かりましたが、ここで三重がディフェンス陣殺到、しかしそれを振り切り左オープンにバンアウト、そしてエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。翔英ブレイザーズタッチダウンで6点追加となっています。ランニングバック32番野田、見事なランを決めましたのは翔英32番の野田でした。そしてトライフォーポイントに入ります。このキックを決まりまして1点追加、翔英ブレイザーズ35点、三重ファイヤーバード0点となっております。7点を追加しています。先ほど得点を挙げました翔英ブレイザーズのキックオフで試合が再開します。前半残り時間2分を切った状況ですが、照英が着実に得点を重ねまして、現在35点のリードを奪っております。さあ、その得点を挙げた照英のキックオフで試合再開です。さあ、三重リターンに入った。三重リターナー81番、右サイドラインを狙いまして、自陣47人を確保しています。このキックオフボール、三重ファイアバードリターナー81番フル信玄選手、15ヤードのリターン。フルです。攻撃権はホワイトユニフォーム三重ファイアバード、自陣40ヤード付近よりファーストダウン10。前半戦終了まで残り1分47秒。三重ファイアーバード、自陣40ヤードからファーストダウン10。パス成功。9番プレッシャー来る中、それをかわし、ファイアバード80番、これを倒れ込みながら見事キャッチしまして、約6ヤードのゲインとしています。難しいパスでしたが、これをキャッチしましたのが80番の桐山でした。ゲームクロックが動いています。前半戦終了まで残り1分20秒を切りました。三重ファイアバードセカンドダウン4。三重ファイアバードセカンドダウン。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。右オープン展開を図らせまして、そこへのパスを投じましたが、しかしこれは照英バックカバーよくパスを成功としています。三重ファイアバードサーダウン4。前半残り時間は58秒となっています。クォーターバック9番、ここでオプションプレーを展開、自らキープし、この4ヤード突破を図りましたが、しかし照英のディフェンスカバーしており、ゲインは1ヤードにとどまり、フォースダウンと変わります。ゲインは1ヤード。三重ファイアバードフォースダウン。三重ファイアバードフォースダウン3。さあ、前半残り時間はまもなく残り30秒を切ります。三重フォースダウンでパントフォーメーションを取ります。このパントはプレッシャーある中、これをなんとか蹴り出す形で、攻撃、このプレー終了となっております。前半終了です。ここで前半戦の終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第70回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント2回戦、照英ブレイザーズ対三重ファイアバードの試合は前半を終了しまして35対0、35対0で照英ブレイザーズがリードしています。インターバルとなるハーフタイムに入ります。前半戦の状況を鑑みまして、両チームがさまざまな作戦をこれから考慮いたします。状況突破を図る形になるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。この配信でもインターバルを休憩の時間とさせていただきます。